トス哲夫47歳妻河川娘麗華何の変哲もない幸せな家族だった。僕にはもうノブトしかいない。親父かよこれ。大概の怠慢なら殺せるんで。分かった、監視を続けろ。正当防衛でしょ。切れたらわけわかんないやつでさ。僕の唯一の宝物。娘よ、君の彼氏を殺しました。マイホームヒーロー守る。何に変えても